もう。先を急ぐ。おう。違う場所に出た。迷宮から脱出できたのか。ああやった迷宮クリアじゃない。ああでもまだ終わりじゃねえみてえだぞ。えマジでどんだけよ。Ah!
フロントの石化で動けない。うまくいったな。ホテルのベッドにダイブして。俺もグラディオ、悪いけど今日はキャンプ無理だわ。そうか。どうしたイグニス、新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。ちょっと寒いな。だな。あ、なに、なに、うわ、まぶしい。な、外か。どういうこと？何が起こったの？さっぱりわかんねえな。足、痛くなってきた。ずっと歩いたからな。うわ、ああいうの苦手。しんどい。油断禁物ってね。オーレ、ここまでだ。
虫ダメだったよな。俺？うん、全然ダメだね。だよな、俺も。おお、持ってきてくれた。これでアクセサリー屋へ転向か。あ、てか職人？俺そっち系だし。法要の指輪ってあるじゃん。あるな。あれが作ってる障壁すごかったら、死骸も帝国も手出せなくて。ん？まあな。俺目指してんのは紅葉の指輪。まだだよ、まだ無理。けどそろそろ目指せんじゃんって。へえ。死骸も増えてる、夜も長くなってるって学者も言ってるし、需要は心配ない。だから俺も本気出してやるかって感じ。はい、今これを超えるもの世の中にないから。じゃあ俺しばらく作んのに集中するよ。お腹いっぱい。ああ、彼のアクセサリーは売れるだろうな。ああ、質がいい。俺たちも助かってる。手作りだし、すごいよね。ああ、腕は認めるわ。あ、ご苦労さんです。あ、元気？あ、ご苦労さんです。王子、今度はどこ行くの？何か面白い話でもあるの？元気そうで何よりよ。ハンターの報告に来たの？